さあ最後アメリカンボスも収まります。現役最強馬がもっと上を目指してミレニアムイヤー春初戦、さあグラスワンダーの走りはいかに、日経賞スタート。ポンと飛び出したのは8枠2頭レオ流法、ステイゴールドは少しずつポジションを下げます。久々ノボエイコーが2番手つけていきます。さあオレンジの帽子グラスワンダーはこの7番です。馬体重有馬記念からはプラス18キロ530キロでの出走です。もちろん出るからには負けられない一戦、第48回グレード2の日経賞です。かなり10頭各馬の思惑が入り乱れて、先頭から後方まで何とも言えないバラバラな隊列になりました。そんな中先頭このピンクの帽子レオ流法、菊沢貴則騎手に乗り換わっています。レオ流法が先頭、さあこの辺りでホームストレッチの坂でペースダウンをというところなのか、それとも思い切っていくのか、2番手はオステイゴールドが徐々に動いているのかどうなのか、熊沢騎手この思惑はどうなんだろう。内から5番のノボエイコー、それをかわす勢いでステイゴールドが行きます。さあそしてグラスワンダーは先頭からはだいたい6、7馬身の位置、6番手外、1コーナーから2コーナーに向かうところです。相変わらずレオ流法が先頭、淡々とした流れになりました。レオ流法先頭です。2番手はご覧の通り差があって、ステイゴールドは短期の2番手、24度目の重賞レース、3番手に1年5ヶ月休み明けの防衛皇后、そしてアメリカンボスがつける外から名勝土頭、初めての関東でのレース、グラスワンダーはここにいます。グラスワンダーここにいます。内からダイワテキサス、その後ろですがバラバラになってミスズシャルダン川地騎手、その後方にさらに2頭ばかりいまして、アイシャルテイオー、そして向こう上面の中間点を各馬が通過していく最高峰がシグナスヒーローという形。さあこのレオ流法の逃げ、後続とは少し差が開いて場内がちょっとどよめきました。2度目の3コーナーのカーブ、さあグラスワンダーはどの辺で動くのか、もちろんここでは負けるわけにはいかないところ、先に大きな大きな夢が待っています。まだつぼみの固い中山競馬場、桜並木の下過ぎていく。さあグラスはまだそれほど大きな動きはしていない。オレンジの帽子外を回ってくる。さあ前は3頭固まった、そしてそこからはだいたい3馬身の位置、グラスワンダー直線向いた日経賞。さあグラスの春初戦は、おグラスはどうした、グラスはどうした、外に持ち出してくるか、こっからの伸びに期待をしたいが、200を通過でまだ頑張るレオ流法頑張る、ステイゴールド名勝土頭3番手